皆さんこんにちは。僕は韓国人バンド PRT のボーカルチワンです。今僕は幕張にあるホテルに来ました。なんでここに来たかと思いますか？それは明日教えます。다음 날 아침. みんなおはようございます。今朝6時、今日9時から QVC 生放送なので、これから QVC 行こうと思います。一緒に QVC に行きましょう。ゴーゴー。今 QVC に入りました。じゃあこれからメイクとなんか一緒とか、ミーティングとかいろんなこと準備すると思います。ちょっと着替えたんですけど、今日のこです。오늘메이크업해주실마마무상입니다 마마무, 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 뿌뿌뿌뿌뿌뿌. はい、そうです。はい、よろしくお願いします。体温練習です。はい、안녕하세요、こんにちは。僕は日本で PRT というバンドでボーカルやっている韓国人ウジュンと申します。活動員はチワンです。今日もよろしくお願いします。私は常に乾燥していることが悩みです。韓国でミュージカル俳優として活動したんですけども、舞台の濃いメイクをすることも多かったし、1日メイクとクレンジングを何回も繰り返す日もたくさんありました。そのうちに乾燥がだんだん気になってしまい、その時から保湿クリームを持ち歩くようになりました。メイクしてちょっと顔が変わったでしょ。今はヘアをやっています。ムムさんです。僕はママムと言ったんだけど、ありがとうございます。そうじゃなくてムムさんです。韓国人が何が好きかって全然わからないと。そうですね、日本のスタイルとは全然違いますね、やっぱり。そうですよね、はい、ブローの仕方も違いますね、メイクも違うし、はい、ヘアも違うし。ヘアも違いますね。だから日本に来るアイドルたちにちはこの映像見たらぜひぜひモムさん探してください。ありがとうございます。本当に韓国人って専門です。日本人の方と韓国人の方とメイクするときに不思議なところが、はい、違さがありますか？はい、ありますね。日本の方だと結構メイクするときに可愛く作るんですよね、目もちょっと大きくしたりとか。男性でもそうだな、なんか可愛い系、ちょっと髪の毛をくるくる、ちょっとこうマッくるくるにしたり、マッシュでくるくるにしたりとか、ウェーブ入れたりとかするんですけど、韓国の方の場合、例えばオックスタイルでちょっとウェットな感じ、水の感じとか、少しセクシーな雰囲気を作る。女の子も日本人の場合は可愛く可愛く作るんですけど、韓国の方の場合は目をちょっと切れ長にしたりとか、はい、セクシーに作る感じがやっぱり韓国の方だとありますね。なるほど。日本人は本当に可愛くということが多いんですけどね。それが違う差ですよね、はい、皆さん専門家が話しました。セクシーになってきます。僕も今日セクシーになることですか？はい、頑張ります。はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。今は生放送15分前です。本当にドキドキします。頑張ります。バンドで大活躍をされていらっしゃいますウ・ジウォンさんです。チャプータカムニダー。おー、タルブタカムニダー。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まとわれてるかのようにつるっとした肌ですよね。ありがとうございます。やっぱりもう韓国では、はい、もう芸能人の方々ももう使ってる、広がってる。本当に多い人が使っていると思います。芸能人もそうだし、舞台の人もそうだし、乾燥してることが気になった人たちには絶対使っていると思います。今頑張ってして終わってきました。今格屋なんで、これからちょっと片付けて、じゃあ家に帰ると思います。じゃあ皆さん、今日一緒に QVC に出た MC さんですよ。拍手お願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、藤代ゆきと申します。よろしくお願いします。はい、もともとミュージカル俳優だったんですよ、ね。そうなんです。実は日本で、はい、マッスルミュージカルというミュージカルに2年ほど出てました。はい、ダンサーをしたりして、すごいですよね、はい、やってきました。ヨガ先生も、あ、そうなんです。ヨガの、はい、講師もやってたり、今子供にダンス
はい、はい、数値機なんか聞いてみてもいいですか、うん、なんか、はい、もし僕、うん、日本語どうですか。あ、日本語ね、すごい最近また上手になったなってすごい感じてます。この、ね、はい、この前5ヶ月ぐらい前に会った時よりも、はい、今日またさらにマシマシで上手になっておりました。すごい、本当すごいですよね。ありがとうございます。なんでなんで、はい、最近ちょっとポコチャという配信やっているんですけど、これ1年以上にやってて、うん、多分日本語が上手くなったと思います。すごい努力家。はい、頑張っています。イエーイ、また来月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 QVC 生放送成功してきました。結構今回なんか考えるよりは多くなんか画面に出てなかったんだけど、また来月もあるので来月も皆さん楽しんでください。 QVC またね。ボーン。